キスよりすげえ音楽って知ってるかい？どうもこんにちは、エリナでございます。今日はですね、歌のプリンス様の歌プリエキスポ10th anniversary の事前物販で購入したものを受け取ってきたんで紹介したいと思います。いやもうマジで10周年おめでとうございます。まだ私自身は展示のもの見れてないんですけど、2日目に当たった友達が事前物販一緒に頼んでくれて、昨日ねすごい思いをしながら帰ってきました。ちょっと見ていただきたいと思います。はい、じゃあまず1点目はこちら、ドン。はい、10年の重みが入ったクソデカ本でございます。これ、特装版なんですけど、もう一つ通常版もあって、もうそれはお選びいただけるんで好きな本選んでもらったらいいんですけど、ちょっと見ていただける？私はもう昨日受け取って帰ってから見てたんですけど、もう泣きどころ多すぎてやばかったっす。こんな感じ。いやマジ分厚いよね。しかもこれ公式で 2.4 キロとかあるって書いてて、確かにそんぐらいあんねん。めっちゃ重たいじゃあちょっとだけ中身はね見せれないけど、缶バッジとかは公式でどんなものか写真出てるんで見せようかな。はい、まずこれが特装版なんで缶バッジがついてるんですけど、こんな感じでね、スターリッシュカルテッドナイトヘブンズの缶バッジが勢ぞろいしております。いやマジかっこいいからね。まあ、缶バッジはいいかなって思う人は全然本だけの通常版でもいいと思います。裏面はヘブンズです。はい、こちらがテンスアニバーサリーブックとなってます。なんと分厚さこれですすごいね、重いわめっちゃ。ただね、もう見てたらもう全部フルカラーなんですけど、なんかね、私は歌プリ離れてた時期もあるんですけど、まあ、その時期に当てたものの歴史も載ってるし、なんか私が違う道を進んでいる間にもプリンスたちはちゃんと自分の人生を歩んでたんやなってことをこう実感して、なんかまたそれが交わったことが幸せやなって思いましたはい、もうなんかすごいよ、10年って。赤子が小4やで。そうか、すごいわ。なんで、まあ、特装版ちょっと高いんですけど、通常版は5000円ぐらいやったと思うんで、もうこんな素晴らしい本もなかなか出る機会ないと思うんで、通販で買えるんでよかったら買ってみてください。通販なら重たい思いしなくていいと思うんでで次がこちらです、ドン。ケイタ丸山さんとのコラボの商品なんですけど、これはね、トキヤさんバージョンのポーチです。ポーチ、うん、まあこれをコラボ商品にしてはお値段まだ安い方かなと思います。4400円なんでね、カバンやし。こんな感じ、ここにね、KM ケイタ丸山UP 歌のプリンス様コラボね、ロゴが入ってます。あのね、素材はなんか水分吸収しそうな感じの、中は普通のポケットとかもないです。調節が効くんで、まあ使いやすい長さに調節したりとかね、これぐらいかな私は。なんか噂ではこれスイッチが入る大きさって聞いたんですけど、私のスイッチこれなんですけどね、ジョイコンの色がまあお察しな感じなんですけどね。これが、あ、確かに入るわ、まんまなら入るな。これ多分ケースに入れたら入らんかな。
私 iPhone のケースこれなん、 iPhone じゃない、スイッチのケース私これなんですけど、これはちょっと大きいな、うん、ちょっと大きいって、ケースに入れる分にはちょっと大きいかなってぐらい。ただこのポーチはまあ外で持ち歩かんと、室内で飾る用というか、思い出に買った方ならこれをスイッチ入れにしててもいいかもしれないですね。うん、確かにちょうどいいサイズ。へえ。うん。でした。はい。ダブリ結構こういうさ、カバン出すけど、ポーチ型って私は知らんから、結構嬉しい、ね。で、はい、次がこちら、ドン。強火お守りです。こっち音屋さんで、こっちが時屋さんなんですけど、いやこれの面白いところがね、いやまあこっちはいいやん、こっちはねなんと裏面クソデカフォントで名前書かれてるんよね。これが私が強火お守りというゆえんなんですけども、おもろない、なんか面白すぎて買っちゃった各1650円ですね。どうしよう、これにはその推しの引き運が上がりますよねみたいなことを祈ってたらいいんかなそれで上がるなら苦労せんのだ。で、はい、次がこちらです。どん、これラスクなんですよ。フェスタリッシュバージョンで、あとカルナイバージョン、ヘブンズバージョンがあって、この中にランダムでステッカーが1枚入ってます。はい、ね、まあ、ラスク自体はこんな感じ、普通に美味しそうなやつが入ってます。チョコレート味かな。これも箱置いとこう。で、問題のステッカーが、じゃん、時屋さんゲットしました。はぁ、いや、っていうのもお友達が買ってくれたんで、お友達も別に買ってて、その中に時屋さんがいたので、優先でいただいてしまった。神？神かて。いや、めちゃくちゃ可愛い顔しと、勘弁してね、あとは、はい、いつものごとくアクリルスタンドも買いました。イエーイいや、これさ、公式でそうやねんけど、シンメトリーなんよね。シンメトリーなんですよ、この手がね、こう交差するように飾っちゃうんだから。いやー、裏からの顔見えるかな。 あんまこれちょっと見えにくいないつもの。めっちゃ顔がいい10年か、10年も経ったやな。で、はい、ラストなんですけど、こちら、トレーディングビッグメタル缶バッジ、これはシャイニングバージョンです。これは私は買ってなくって、お友達が買ってたんですけど、うん、じゃーん、時屋さん出たから買い取ってもいいよって言ってくれて、喜んで買い取らせていただきましたよ。いやー、かわいい。ビッグっていうだけあってほんまにちょっと大きいよね。何と比べる？みんなお家に何があるっていつもこれ悩むの。なんかね、ちょうどいいのあったわ。 CD にと比べるとこんな感じです。はい、結構大きいよね。あ、ちゃう、普通の缶バッジと比べたらいいちょいと思うちよ、普通の缶バッジ。待って、なんか普通の缶バッジの大きさがわからなくなってきた。これこの前ファミマクラブした時のと比べたらこんな感じ、もうだいぶ大きいよね。これ普通の大きさなんかな、ちょっとわかんないけど、こんな感じ。やっぱちょっと大きいのは大きいですで、あとね、私は今回買ってないんですけど、この10周年のスターリッシュやったらスターウィッシュ、カルナイやったらカルテットクラウン、ヘブンズやったらエンドレススコアのビジュアルのトレーディングミニアクリルスタンドが出てて、そのサイズがどうやらこの
昔出てた、昔ってことじゃないけど、ベジプリのこのサイズと同じだって聞いたんで、サイズ比較でちょっとこれをね参考にしてもらえたらなと思います。本当にちっちゃい感じの、こんな感じです。はい、かわいいな。購入特典、3000円で1枚購入特典がもらえるんですけど、私ちょっと今何本買ったか覚えてないんですけどね、とりあえず買ってくれた友達の優先にして、これね、ソキヤさんとオトヤさんは確保しました。これ見開きになってるんですけど、ちょっと左にね、直筆のメッセージが書いてるから、ちょっとお見せするのがはばかられる。ここ、はい、こんな感じです。こんな感じの特典になってます。いいよね。思ったより大きいよ、これも。これもね、結構 CD サイズです。はい、うん、結構大きいですね。私一応展示も見に行けるんですけど、ちょっとまだ先なので楽しみですまたね、こういう時勢じゃなかったらね、いろんなところでやってほしいんやけど。以上でございました。おまけでこのテンスアニバーサリーの初回にはメッセージカードついてて、なんと地引きしてやりましたやったぜー、超かわいいの。帽子がね、似合ってるね。というわけで以上、うたプリエキスポ購入編紹介でございました。キスよりすごい音楽ありますね。つまりプリンスから曲を供給されている間はプリンスにチューされまくりってことでいいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。